皆さんは BTS のどの曲が一番好きですか？ダイナマイトやバター、オンやパーミッション・トゥ・ダンスなど近年様々なヒット曲をリリースしている BTS。 グループとしての楽曲はもちろん、アルバムにしか収録されていない曲やソロ曲の魅力も皆さんお気づきでしょうか？高い音楽性はもちろん、歌詞も魅力的で、ヒット曲に並ぶ人気を誇る曲も少なくありません。また多くの楽曲でメンバーが制作に携わっているのも魅力の一つです。 BTS メンバーは7人全員が歌やダンス以外にもそれぞれ多彩な才能を持ち合わせています。それらはすべて彼らの絶え間ない努力が開花させた才能であることに間違いありません。今では数々の賞を受賞、記録を樹立し、一気にトップアーティストにまで上り詰めた BTS ですが、ここまでの道は険しく、様々な苦難を乗り越え、地道な努力を積み重ねた結果として、世界的人気を誇るトップアイドルになりました。デビューしてからこれまで、それぞれが感じたことや経験したことを歌詞に込めた楽曲がたくさんあります。今回はメンバーの中でもテテが作詞作曲を行った楽曲を5つご紹介します。テテが経験したこと、感じたことをもとに制作に取り組んだ楽曲であることを踏まえ、テテならではの独創的かつ情緒的な歌詞に注目して聞くと、さらにその楽曲の深みが増すそうですね。まずご紹介するのは Hold Me Tight です。この楽曲制作にはテテの他に RM や SUGA、J-HOPE も参加しています。ラップラインである RM、SUGA、J-HOPE の3人は多くの楽曲のラップ部分の作詞を行っていますが、ボーカルラインであるジン、ジミン、ジョングク、そしてテテが作詞作曲制作に携わることはあまり多くなく、同曲もラップラインとボーカルラインからはテテのみが参加しています。テテはサビ部分の歌詞を担当したのだそうです。Hold Me Tight は、もう離れてしまった君を思い返し、離れてもなお君のことを必要としている、切実な恋心を表現している楽曲です。ただ君を見つめてる。僕には君以外考えられない。君なしじゃ息もできないんだ。君なしじゃ何者でもなくなってしまう。という歌詞から、とても強い気持ちで相手を思っているかが伝わります。しかし、冷たくなった君の表情が、言葉にしなくても全てを代弁している。もう最後だということ、分かっている。という歌詞からは、どうしても別れなければいけない、切ない現実と向き合わなければいけないということが伝わってきます。サビ直前で、プリーズと強く歌い上げられながら、テテが作詞をしたであろうサビ部分、きつく抱きしめて、僕を抱きしめてよ、に入っていきます。もう終わりだと分かっていながらも、相手を思ってしまう切なさと、寂しさ、そして戻ってきてほしいという相手への強い思いを表現しています。続けて Can you trust me? 僕を信じて、ちゃんと抱き寄せてと相手に直接訴えるような歌詞が続き、曲全体の中でも最も感情があふれる歌詞が綴られています。失恋をした時や別れてからもなお未練がある時に聞くと、心の中で思っていること、叫びたい気持ちを代弁してくれているような切ない曲で、多くの人に刺さるのではないでしょうか。ランはラップラインの RM、 シュガ、J-HOPE、ボーカルラインのジョングク、そしてテテも作詞作曲に携わっています。火曜年華パート2のメイントラックとして収録されているこの楽曲は、火曜年華のストーリーを構成する曲の一つでもあり、 MV がとても意味深だとファンの間でも様々な考察が繰り広げられている楽曲でもあります。今回は火曜年華のストーリー中の意味というよりは、曲単体として歌詞に着目していきたいと思います。作詞作曲にメンバーが携わっていると考えると、さらに意味を深く紐解いてみたくなりますね。爽快感がありながらも少し切なさも感じることができるラン。定かではありませんが、失恋や初恋などをテーマにしたラブソングではなく、運命や不器用さなど、なかなか言葉にすることができないような複雑な思いが綴られています。曲冒頭の君は僕の太陽、唯一無二の存在、俺はその下に咲く花、喉の渇きに見舞われる、遅すぎたんだ、君なしじゃ生きられない、たとえ枯れようとしても必死ですがりつく、
とあり、太陽と花のように、太陽である君なしじゃ、花である自分は生きられない。ただ好きという感情だけではなく、もっと深い部分で相手とつながっていることがわかります。曲中では、愛することしかできない。傷ついたって平気。手に入らないとしても構わない。哀れな運命よ。俺を責めたきゃそうしろ。とあり、どうあがいても手に入らない、叶わない哀れな運命だとしても。走り続けたい、思い続けたい。たとえ傷ついても、愛することしかできない、と綴られており、相手への強い思いと、切ない運命の葛藤を描いています。行き先を示してくれ。止めてくれ。息ができないんだ。という歌詞からは、運命に翻弄されながらも、ただ走り続けるしかない、もがき続ける様子を描いているのではないでしょうか。思いを寄せる相手に対しての歌ではなく、自分はどうすることもできない。ただ走り続けることしかできない運命に訴える、強さの中にも切なさを感じることができる曲となっています。またこの曲は、様々な考察をすることができます。サビ部分では、アイドル活動の中で苦難を乗り越え続けるしかない、ただ走り続けるしかない BTS 本人たちのことを歌い、傷だらけになっても、君となら笑えるから、という部分では、メンバー同士のことを歌っているようにも読み取ることができます。実際には、どのような意味合いでこの楽曲が制作されたのかは明らかになっていません。しかし、メンバーが綴る歌詞の意味を様々な観点から考察するのも、BTS の音楽の醍醐味ですね。スティグマは、テテのソロ曲であり、作詞作曲を自ら行っています。スティグマは、烙印という意味です。楽曲全体を通して、自身の意見が存分に反映されていると、テテ本人が語っています。過ちによって、誰かを傷つけてしまった罪悪感、これこそが烙印となって、自身を苦しめるといった意味が含まれているそうです。冒頭から、今まで隠してきたことを伝えるよ。ただ心の奥底に沈めておくのは、もう耐えられない。と、素直な感情が美しい歌声に乗って響きます。君への申し訳なさが込み上げて、泣いてしまう君を守ってあげられなくて、と、自身が傷つけてしまったことへの悲しみや、後悔の気持ちが歌われています。そして曲中では、あの時どうしてあんなことしたの？ごめん、と、歌声ではなく、テテ本人がセリフを言う箇所があり、より悲痛な思いが込み上げてきます。続いて楽曲は、I'm sorry、I'm sorry、ま、ブラザー、隠しても隠しても消えることはない。僕のこと罪人って呼ぶ？これ以上の言葉があるだろうか。と歌われます。誰かに対して謝り続けるも、許してもらえるはずなんてない、深い悲しみが表現されています。最後には、あの光が僕の罪を照らす。取り返しのつかない真っ赤な血が流れる。罰を受けさせて、僕を許してほしい。どうか。という歌詞で締めくくられます。テテは、過去に僕が大変だった時期のことを歌詞で表現した、と述べています。現在に至るまで、計り知れない相当な苦労があったのかもしれません。曲全体の本質や意味はあまり語られていませんが、他人の誰かを直接傷つけたということではなく、過去の自分が自分自身を傷つけていたという意味があるのかもしれません。あの時の自分は自分をただ苦しめていた。その中で他の誰かも傷つけていたのかもしれない。そんなテテ自身の弱さ、脆さを表現した曲になっているのではないでしょうか。いずれにせよ、聴く人を世界観に引き込む曲調とテテの透き通った歌声、そして重くのしかかる歌詞一言一言がとても特徴的で、テテの表現者としての幅を感じられる曲になっています。インナーチャイルドも、スティグマと同じくテテのソロ曲です。作曲に携わったメンバーは、テテ以外に RM がいます。インナーチャイルドを直訳すると、内なる子供という意味です。テテ自身の内側にある、内なる自分、子供だった頃の自分に語りかけているような楽曲となっています。この曲は、2020年リリースのアルバム、マップオブザソウル7に収録されています。この楽曲の紹介文には、今の僕になるために走り続けてきた、少年だった頃の僕に送る楽曲です。
傷だらけの少年だけど、その傷は今幸せに変わったので、慰める言葉を送ります。と記されています。楽曲は、あの時僕たちは本当に大変だったよね、という歌詞から始まります。少年だった頃の苦しかったんだ、すごく大変だったんだ、という当時の気持ちを率直に歌っていますよね。続けて、あまりにも遠いあの空の星、見上げながら、あの時の君は天の川を信じてなくて、とあり、本当に成功するのか、本当に夢は実現できるのかという不安を抱えていたことも表現しています。曲が進むにつれ、僕たちは変わっていくよ。これから僕たちはたくさん笑っていく。大丈夫だよ。と、前向きな歌詞に変化しています。大丈夫だよ、今日の僕が。大丈夫だよ、昨日の君。という歌詞から、少年の辛さや傷は今の僕を作っていると、少年に対して励ましの言葉をかけるような歌詞になっています。アルバム紹介文で語られている通り、少年とは幼い頃のテテであり、幼い頃の自分に歌われた優しいメッセージが込められた曲となっています。歌詞を噛みしめながら聴いていると、幼い頃のテテだけでなく、デビューしたての若き防弾少年団にも送られている曲なような気もします。ブルー&グレーはテテの自作曲であり、アルバムの表題曲でないにもかかわらず、世界中の iTunes トップソングチャートで1位を記録しています。テテはブルー&グレーに関して、自身が抱いていた燃え尽き症候群の経験をもとに、その頃の感情を歌詞に投影させたと話しています。燃え尽き症候群、バーンアウトとは、それまで熱心に仕事に邁進していた人が、あることをきっかけに突然やる気を失ってしまい、情緒的消耗感を感じ続け、脱人格化や達成感の低下を引き起こしてしまう状態のことを言います。新型コロナウイルスの流行が長引き、度重なるライブやイベントの中止、延期で、頑張ってきたことの結果を得ることができず、テテはこの状態に陥ってしまったのだと言われています。実際、昨今の新型コロナウイルスでバーンアウトに陥ってしまう人の割合は増加傾向にあると言われており、疲れを感じている世界中の人々に励ましと共感の気持ちを届けた楽曲と言われています。この楽曲も他と同じように様々な解釈がありますが、タイトルの青とグレーという色はテテ自身が感じていた気持ちを表現しているようです。青は悲しみ、痛み、冷たさ、そしてその中で感じる疑問を表し、グレーは黒と白が混ざり合った色、つまり不確かな状態、鈍さを表現しているのではないでしょうか。この楽曲の人気の理由の一つは、歌詞の表現力があります。近づいてくる。灰色の際。焦点も合わないまま。僕はポツンと立っている。という歌詞があります。灰色の際とは一体何なのでしょうか。元は経済用語として使われている灰色の際、グレーライノは高い確率で大きな問題を引き起こすと考えられているにもかかわらず軽視されがちなことを意味します。草原に生息する灰色の野生の際は普段はおとなしい性格ですが、暴走を始めると止めることができない、爆発力を止めることができないという性格であることから比喩として用いられています。曲中は、この灰色の際が自分の心の中に向き合うべき問題として認識しているはずなので、直視することもできず、ただポツンと立つことしかできない状態を歌っており、なんとかしよう、解決しようという前向きな気持ちの欠如を表現しています。新型コロナウイルスの影響で、世界中の環境や暮らしが大きく変わった状況の中、多くの人の気持ちに寄り添い、言葉にすることや共有することができない心のモヤモヤを表した曲となっています。込められた歌詞の意味はもちろん、メンバーの美しくも切ない歌声や、落ち着いた曲の雰囲気も素晴らしいですよね。言語の壁を越えて、世界中の方々の注目を集めた理由がわかるような楽曲です。今回はテテが作詞作曲に携わった楽曲を5つご紹介しました。メンバー自身が作詞作曲を行うことでメンバーの世界観や心情が楽曲に反映され、より彼らが感じている気持ちがまっすぐ届いてきます。他にも BTS の魅力が詰まった曲はたくさんあります。歌詞の意味も合わせて曲を聴くとより楽曲の世界に入り込めるので、ぜひ他にも調べてみてくださいね。
なたはテテの魅力を一言で語れますか？ BTS のメンバーである V は彫刻のような綺麗なビジュアルで世界イケメンランキング1位に輝いたりと、メディアに露出するたびに話題になりますよね。しかしそんな近寄りがたいビジュアルとは裏腹に、 V はとても天然で可愛らしいことから、テテという愛称で呼ばれ、思ってもよらない行動や発言をすることから4次元とも言われており、ファンから親しまれています。そんなテテがなぜここまで世界的なカリスマになれたのか、今回はその理由となるテテの魅力を余すことなく紹介していきます。テテといえば、やはり同じ人間なのかと疑ってしまうほどの美しい美貌、歩く彫刻なんて言われているのも納得ですよね。2020年1月23日、世界の歌姫であるアリアナ・グランデが BTS と撮影した写真を SNS に投稿しました。その時テテはアリアナ・グランデの隣に座っていたのですが、アリアナの右に座っている人がかっこよすぎる、アリアナの隣の人誰、やザ・ガイ・オン・ザ・ライトなどの検索ワードが上位を占め、その美貌が世界で話題となりました。またテテの本名であるテヒョンが世界の17カ国でトレンド入りしたのです。世界も認めるビジュアルがたちまち話題になった瞬間でした。アリアナ・グランデが投稿したたった1枚の写真をここまで話題にしてしまったテテ、まだこの他にも世界を魅了しているエピソードがあります。それは2020年1月26日に行われた第62回グラミー賞受賞式でのこと。レッドカーペットに登場したテテは、胸元の開いたセクシーな衣装にヘアバンドを装着していました。胸元も顔もあらわになったその姿に、セクシーすぎる、この世のものとは思えないと、その美貌が話題になりました。2021年のグラミー賞でダイナマイトを披露した際も同様、白スーツ緑マイクの人は誰とツイッターでトレンド入りし話題になりました。メディアに出るたびに世界を沸かせてしまうテテはアーミーの誇りですね。2021年に公開されたグラミー賞の撮影風景をモニタリングしていたメンバーも、カメラ目線でウインクをするテテのシーンで、おー V とみんなで歓声を上げていたほどです。長年連れ添った彼らでも、まだまだテテの魅力に感嘆することができるのはすごいですよね。2019年7月6日、日本の音楽番組ミュージックデーに大阪ヤンマースタジアムから中継で参加した時のエピソードをご紹介します。その日のテテは黄色い大きめの花柄シャツを着て、ボーイウィズラブのパフォーマンスを披露しました。するとパフォーマンス終了後、 SNS であの黄色いシャツの人は誰？という投稿が殺到したのです。特にこの楽曲は冒頭でテテが振り向く場面があるのですが、その振り向いた時のテテの表情と美貌に一瞬時が止まったような感覚を覚えました。テテのパフォーマンス時の表情管理は天才だとよく SNS で話題になったりもしています。歌う曲ごとにみるみる変わる表情にアーミーは目が離せなくなるのです。2020年6月22日に放送された日本の音楽番組カウントダウン TV ライブに出演した時にも、テテはその美貌で多くの人を引きつけました。その日の BTS はみんなディオールの衣装に身を包み、テテは黒のスーツ、黒縁のメガネをかけていました。ダンスパフォーマンスではなく、椅子に座ってステイゴールドを披露したのですが、大人の余裕を見せるようなテテの立ち居振る舞いに SNS ではまたもや話題沸騰となりました。メガネをかけていた人は誰？黒髪でメガネの人かっこよすぎる、とたちまちツイップルの有名人トレンドで5位にランクインし、Yahoo Japan のホットワード検索では BTS の名前より上に V の名前がランクインしたのです。魅力的な美貌に加えて圧倒的な歌唱力に BTS を知らない人たちの心まで射止めたに違いありません。テテはパフォーマンス以外の場面でも人々の目を釘付けにしています。2021年11月末に行われたロサンゼルスライブ後に、テテは V ライブを配信しました。その時のテテはライブ後だったのでシャワーを浴び、メイクを落としたすっぴん状態。しかしこのすっぴんはいつもより幼く見えて可愛い、
外部後なのに疲れ一つ見えなくて美しいと話題になりました。後から登場したジョングクも、すっぴんなんですか、メイクしてるかと思いましたと褒めていたほどです。ライブでバチバチに決めていた V とは打って変わって、和やかでリラックスした姿のテテとのギャップにファンも釘付け状態に。またライブ後にもかかわらず、テテ、ジミン、ジョングクのマンネラインで V ライブを配信してくれる部分もとても愛おしいですよね。また2020年12月23日に公開された BTS の楽曲 ON の MV メイキング映像でのことです。この時のテテもメイク前でほとんどすっぴん状態でした。演出のために首元や頬にタトゥーの絵を施してもらっていました。この鏡を見つめるすっぴんのテテの目は、純粋さ丸出しの子供のように可愛いと話題になりました。すっぴんでも変わらず美しいテテにファンも脱帽です。そんなテテの美貌はメンバーやスタッフからももちろん認められています。2020年7月7日に公開された BTS がイメージキャラクターを務めるチルソンサイダーの CM 撮影中にも、テテの魅力に心を奪われた人物がいました。それはカメラ監督です。カメラに映るテテを見て、思わず、わーかっこいいと声を上げたそうです。今まで多くの芸能人を撮影してきた監督も、思わず心の声が溢れてしまうほどの美貌をテテは持っているということがわかりますね。またメンバーの中でもシュガはテテペンと言われているほどで、2020年12月8日に配信された BTS のバラエティ番組ラン BTS では、テテに対し V の顔が作品じゃんという言葉をかけたのです。これにはファンもよくぞ言ってくれたと納得しましたよね。またボーイウィズラブの MV 撮影の時には、ジンがテテの顔を触りながら、これが花じゃないんですかとテテの顔を花に例える場面もあり話題になりました。自らをワールドワイドハンサムと名乗り、 BTS のビジュアル担当でもあるジンにここまで言わせてしまうとはさすがですよね。アーミーにとっては花が2つあるシーンだったことには間違いありません。テテの美貌は韓国の整形外科医の中でも話題になっています。ある整形外科医の先生が YouTube にテテの顔を分析した動画を投稿した際に、 V の顔には素晴らしい黄金比が存在すると絶賛したのです。横顔は鼻の先から顎まで線を引くと完璧な E ラインになるし、正面から見た目や鼻のバランスが等間隔で素晴らしいとのこと。また東洋人でこの比率を持っている人は少なく、若い頃のレオナルド・ディカプリオに似ていると大絶賛しました。テテの美しさは美のプロにもお墨付きですね。完璧なルックスを持ち、クールな印象で近寄りがたいようなイメージを持たれることもあるテテですが、実は BTS の中で最も繊細で感情豊かで、天使を信じているような可愛らしい性格を持っているのです。2021年3月26日に配信されたラン BTS エピソード135で、テテはゲームの途中でカードを選ぶ際、天使様を召喚しました。テテは B のアルバムインタビューで、天使様を信じていると発言しています。選択を迫られた時やじゃんけんの時など、必ず天使に聞いてみるというのです。あの美貌でこんなに可愛いことを素でやってしまうテテ、本当にどんなシーンにおいても彼から目が離せません。インザスープ2では、大雨の中テニスコートでメンバーと遊び出したと思えば、水たまりをバシャバシャと子供のように遊ぶ写真も公開されました。本当に彼は愛すべきキャラクターですね。純粋な心を持つテテは優しさにも溢れています。空港に降り立った際、自分を撮影していたカメラマンがポールに当たりそうな場面で、危ないよとそっと手を差し伸べたり、多くの人にもみくちゃにされている親子を気遣う場面も残されています。メンバーや家族、スタッフやファンを心から大切に思う姿や、純粋な心から溢れ出る美しさが本来あるテテの美貌をさらに格上げしているのでしょう。それこそが世界中の人を魅了しているテテの姿です。
年々活躍ぶりがパワーアップし、今や世界を代表するアイドルグループ BTS。 皆さんはメンバーそれぞれを取り巻くアイドル以外の環境に興味を持ったことはありませんか？ BTS には7人のメンバーがいます。メンバーそれぞれ個性的なのも人気の理由の一つですが、中でも特に個性的なメンバーがいます。メンバーやファンからたびたび4次元と呼ばれるほど次元を超えた突拍子もない発言をしたり、独創的な感性を発揮したりする一方で、端正な顔立ちから世界で最もハンサムな顔にも選ばれるテテ。ステージ上では甘い歌声とキレのあるダンスを披露し、バラエティ番組などでは持ち前の感性でムードメーカーとして活躍するテテは、様々な困難を乗り越えてきました。そして辛い時、苦しい時にはそばに必ずメンバーがいました。今回はテテを取り巻く環境とメンバーとの絆について紹介していきます。テテは17年間祖父母に育てられたということを公表しています。一部のファンの間ではテテの家庭環境に対して様々な憶測が広がっています。テテは妹と弟がおり、両親も含め5人家族です。テテが祖父母の下で育ったという事実に対して、両親の家庭が貧乏だったから、妹や弟と不仲だったからなどの憶測が飛び交っていますが、実際のところ真相は分かっていません。そこでテテの発言をもとに、テテ自身と家族の関係性についてご紹介します。テテはこれまで両親と3人で仲良く写っている写真や家族との微笑ましいメッセージのやり取りを公開しています。テテは、歌手以外だったら将来何になりたい？という質問に対して、お父さんと答えており、尊敬している様子がうかがえます。憶測で飛び交っているような複雑な家庭環境を読み取ることはできません。続いてテテの弟と妹についてご紹介します。弟と妹についてテテは以下のように語っています。弟と妹は真面目で勉強熱心だった。自分とは性格も違っていたため、たくさん喧嘩をした。大人になるにつれて仲良くなり、今では自慢の弟と妹です。確かに幼少期は不仲であったと語っています。しかし兄弟をお持ちの方ならお分かりの通り、幼少期に兄弟と喧嘩することはよくあることだと思います。現在は仲が良く、自慢の弟と妹だと話していることから、複雑な家庭環境とは言い難いです。祖父母に育てられた理由は不明なままですが、複雑な家庭環境はあくまでも噂であり、テテは両親とも弟や妹とも仲が良く、優しくて時にはお茶目で、のびのびとした性格のテテが育った環境が容易に想像できますね。先ほどお伝えした通り、テテは長い間祖父母の下で育ちました。テテがおばあちゃんのことが大好きだということは、ファンの間ではとても有名ですよね。メンバーのジミンやジンが過酷なダイエットをする中、テテはおばあちゃんがぽっちゃりした自分のことが好きだから、自分はダイエットをしないと話したこともありました。なんとも微笑ましいエピソードですよね。また V ライブ配信の中でも、テテは家族について以下のように述べています。僕はおばあちゃん、おじいちゃんのところで生まれてから17年間育ててもらいました。これからは僕がおばあちゃん、おじいちゃんに親孝行しないといけません。だから今度、両親と弟たち、おばあちゃんとおじいちゃん、みんなを連れて旅行に行きたいです。自分のことを考える前に、自分のために頑張ってくれている人のことを思うと、正しい行動ができます。幼少期に育ててくれたおばあちゃんやおじいちゃんはもちろんのこと、両親や家族に対してもしっかり親孝行をしていきたいと述べており、家族関係が良好なことがわかります。そんなテテが大好きなおばあちゃんは、なんと2016年に他界してしまいます。テテのおばあちゃんが亡くなった時、テテは MBC のショーチャンピオンインマニラに出演のためマニラにいました。大好きなおばあちゃんに寄り添えなかったこと、亡くなってしまったショックから元気がない日々が続きました。その期間にあったファンミーティングでは、テテの辛さを知らないファンからは塩対応と言われてしまいました。大切な人が亡くなってしまったショックと向き合いながらも走り続けたテテ。しばらく経ち、韓国で行われたファンミーティングの中で、テテは初めておばあちゃんの死についてや、おばあちゃんへの愛について以下のように語りました。僕のおばあちゃんが亡くなりました。
まるで本当の親のように僕を育ててくれた人で、大変な時に話してくれたり、僕がやりたいようにやらせてくれたり、食べたいものを食べさせてくれたり、僕がダダをこねても、すべてを受け止めてくれる人でした。とっても大事な人でした。そんなおばあちゃんが亡くなったことが、信じられませんでした。誰よりも愛しているおばあちゃんが、ファンの方たちをたくさん愛しなさい、と言っていました。アーミーのおかげでここまで来たし、おばあちゃんも空から応援してくれている。そう信じて、これからも一生懸命頑張っていきます。僕にとって大切な存在であるアーミーの皆さんも、僕の大切なおばあちゃんを記憶に残してほしいんです。泣きながらも、しっかりとおばあちゃんへの愛を伝える姿を見て、号泣するファンも少なくありませんでした。おばあちゃんの死を受け入れ、おばあちゃんのためにも、そして応援してくれるアーミーのためにも、辛さを乗り越えようとしているテテの純粋でまっすぐな性格が感じられます。もちろん、そんなテテの姿をずっとそばで見ていたメンバーたちも、テテを放っておきませんでした。テテと同じ、1995年生まれのメンバーで同級生コンビ、通称クオズの親友、ジミンは、泣きながら語ったテテをステージ上で抱きしめました。誰かが泣いていたり、辛そうにしていたりする時に慰めるメンバーたちの姿は、本当に家族のようですよね。そんな温かい BTS が好きなアーミーも多いのではないでしょうか。他にも、このようにメンバーを慰めるシーンは数多くありますので、いくつかエピソードを紹介していきます。2018年には、テテのおじいちゃんが亡くなってしまいます。おばあちゃん同様、テテは自分を育ててくれたおじいちゃんの死に対してもかなりショックを受けました。マルタ共和国でのバケーションの様子を映した動画内で、テテが一人で号泣しているシーンが映されていました。テテの涙の背景には、大好きなおじいちゃんの死があるのではないかと言われています。動画の中で、ジミンとJ-HOPEは一人で泣いているテテに気づき、すぐさま寄り添い、慰めています。ジミンは、ねえセッキーと、テテのことを呼びながら駆け寄り、後ろから優しく抱きしめ、慰めていました。ねえセッキーとは、韓国語で、親が大切に思っている子供に対して使う言葉です。親友同士の温かな絆と優しさに、ファンを込み上げてくるものがあったかと思います。J-HOPEも、泣かないで、テヒョン。と、優しく声をかけ、ジミンとJ-HOPEは、テテに、一緒に月を見に行こう。と誘い、テテを元気づけるかのようにジョークを言ったり、頭を撫でたりしながら、3人は歩き始めました。誰かが辛そうにしているとき、当たり前のようにそばにいてあげる、寄り添ってあげる。そんな心温まる彼らの姿に涙したファンも、きっと多いのではないでしょうか。同じ屋根の下で暮らし、ほとんどの活動を共にするメンバーだからこそ、辛さや苦しさは一人で抱え込むのではなく、みんなで分けて、みんなで支え合っていくという、メンバー同士の強いつながりを見ることができた瞬間だと思います。楽しい時も辛い時も、いつもそばにいるのはもちろんメンバーであり、苦しい時に笑顔を取り戻すことができるような存在として、ファンはいつも彼らを応援し続けていきたいですね。テテとジミンは先ほど紹介した通り、同級生で、1995年生まれから、通称、クオズ、とファンからは呼ばれています。マップオブザソウルセブンのトラック内では、ジミンが作詞作曲をした、クオズのデュエット曲、ジング。日本語で、友達という曲が収録されています。この曲では、二人の学生時代が描かれており、歌詞からもわかるように、二人はいつも一緒で、喧嘩や言い合いをすることもありながら、青春を共にした親友であることがわかります。ハワイでのバケーションの様子を映した動画では、テテが、学生時代を共にした親友のジミンに感謝の手紙を書きました。そんな手紙の最後に、テテは、涙交じりに、ごめんね、と謝りながら、以下のように語り始めました。ごめんね、いつももらってばかりで、トイレで泣いていたら一緒に泣いてくれて、夜中に一緒に外に出て笑ってくれて、僕のことを気遣ってくれて、考えてくれて、僕のために努力してくれて、理解してくれて、悩みを聞いてくれて、とても足りない友達を好きでいてくれて、これからも一緒に幸せの花道だけを歩いていこう。愛してるよ、ジミン。テテからの手紙を受けて、ジミンは、テテからはたくさんのことを学んでいる。いつも楽しい気持ちにしてくれるし、感動、感心することも多い。友達でよかった。
テギョンには感謝しています。と語りました。ジミンからの言葉を受けて、テテは涙が溢れ、どうして泣くんだよテヒョンと、枯れ替えながらも慰めるジミンの姿がありました。どんな時も、いつもそばにいながら、それぞれが支えになっていることがよくわかる瞬間でした。テテにとっても、そしてジミンにとっても、お互いの存在は親友であり、家族のような存在なのかもしれません。輝かしい活躍の裏には、辛いこと、苦しいことがたくさんあるかと思います。それらを一緒に乗り越えてきたからこそ、今の BTS があり、長い月日を共に過ごしてきたからこそ、メンバー間には深い絆がしっかりあると、客観的に見てもわかりますね。今回は、テテにフォーカスして、彼の家庭環境や、メンバーとの関係性についてご紹介していきました。テテは、アーミーのことも、家族のように愛してくれています。それは、おばあちゃんをはじめとする、素敵な家族、そして、第二の家族のような包容力と、優しさを持つメンバーたちから、たくさんの愛情を受けてきたからこそなのかもしれません。皆さんは、BTS テテが、ジョングクのプライベートを暴露したエピソードを知っていますか？ BTS の中でも特に人気があるテテとジョングク。仲が良い二人はお互いを、火と水の関係で離れられない、と話すほど、プライベートでもよく一緒にゲームをして楽しんでいます。グクテテはお揃いで持っているものも多く、旅行にも一緒に行っていますよね。今回は、テテが仲が良いジョングクのプライベートを、ポロッと暴露してしまったエピソードを、三つ紹介します。2022年11月14日、ファンコミュニティユニバースの生配信で、テテは、ジョングクが親孝行をしていることをポロッと話しました。ミバースにて、人気ゲームのフォールガイズを生配信でプレイしていたテテ。この日の配信はテテ一人でしたが、無邪気にファンと一緒にプレイを楽しんでいました。ファンとゲームを通して交流を楽しんでいたテテは、本当はジョングクと一緒に、クレイジーアーケードというゲームをする予定だったことを告白します。残念ながらジョングクは、その日に両親と一緒に過ごす予定があったため、配信はテテが一人ですることにしたそうです。ジョングクは配信日の翌日、11月15日に、2022FIFA ワールドカップの開会式でパフォーマンスをするために、カタールに出国予定でした。カタールに行く前に、両親と過ごす時間を作っていたジョングク。忙しくても家族の時間を確保するジョングクの家族を大切にしている姿勢は、思いもよらないところで、テテによって暴露されました。ジョングクの親孝行な一面を知ったアーミーは、親孝行なグク素晴らしい、ジーンとした、といった反応を見せ、テテの暴露で、さらにジョングクの魅力にハマる人が続出しました。生配信の翌日、カタールへ向かうジョングクとテテが一緒に出国する予定だったのですが、テテが遅れてしまい、一緒には行けなかったようです。空港で待ち合わせをしていたのか、同じ便に乗る予定だったのかはわかりませんが、残念そうにしていたテテ。報道陣の前で、ジョングクがサッカーのパフォーマンスをしていたことを知ると、テテも同じようにサッカーの動作を見せました。ジョングクはカタール滞在中のホテルで、BTS の楽曲、Run BTS に合わせて、緩めのダンス動画をアップしました。曲に合わせて笑顔で楽しく踊るジョングクの動画は、あっという間に1000万再生を突破しています。その後に、テテも同じく、Run BTS の動画をアップ。テテはダンスではなく、曲に合わせて表情を動かすというものでした。ジョングクの動画の後に、テテも同じ曲で動画をアップするなんて、さすがの仲良し具合ですよね。楽曲、Run BTS は、2022年6月に発売したアルバム、Proof の収録曲で、11月13日には、パフォーマンス映像が公開されました。映像が公開されるとともに、TikTok では、Run BTS ダンスチャレンジが始まり、多くの注目が集まっています。ハッシュタグに、Run BTS を使っている再生回数は、なんと、39億回再生を上回るほどです。Run BTS ダンスチャレンジは、名だたるメンバーが参加しているのです。セブンティーンの星、ルセラフィム、トゥモローバイトギャザーのヨンジュンなど、多くのアイドルがダンスチャレンジをしています。そんな話題になっているラン BTS ダンスチャレンジ動画に、ジョングクとテテも参戦したことは、アーミーの中でも話題になりました。J-HOPE がインスタグラムに、ラン BTS ダンスチャレンジ動画をストーリーズにまとめて投稿しました。
しかし、そこにはカタール滞在中のホテルで踊ったジョングクの動画が含まれていませんでした。ジョングクのチャレンジ動画は、他の人のキレキレダンスのチャレンジ動画と比べると系統が違うため、入ってないことに少し納得はできますが、ジョングクは自分が入っていないことを知って、なんで僕のは入れてくれなかったの？とコメントをしています。可愛く拗ねているのが、マンネらしくてとても可愛いですよね。テテは、ジョングクと2人でプライベートで旅行をした時に、2人で服を着せ合っていた、と暴露しました。2021年12月30日、テテが26歳の誕生日に、テテとジョングクは同じ写真をツイッターに投稿。ジョングクがテテへのお祝いのメッセージと一緒に投稿した写真に、テテが反応し、同じ写真を投稿しました。この写真について、当日は特に説明もなく、何の写真なのか分かっていませんでした。2人の服装が衣装っぽく見えたため、PV 撮影の衣装と思っていた人が多くいたはずです。テテが着ていた服は、ワンピースということもあって、謎に包まれていました。しかしなんと、衣装でも何でもなく、プライベートで楽しんでいた時の写真でした。2022年4月16日の V ライブにて、テテがポロッと謎の写真について、これ、撮影じゃないんです。ジョングクと旅行に行って、お互いに服を着せてあげました、と真相を話したのです。真相を聞いて、一瞬ハテナが頭に浮かんだ人が多いのではないでしょうか。暴露されても、お互いに服を着せてあげました、というパワーワードで、さらに混乱してしまいますよね。着せ替え人形のように、お互いに服を着せ合ったのか、お互いに服を選んで楽しんだのか。おそらくですが、2人で旅行をした時に、お互いに普段着ないような服を選んで、写真を撮り合って楽しんでいたのでしょう。服装は、テテがノースリーブのワンピースで、帽子もレディースっぽいものを着用しています。ジョングクは、テテと傾向は同じですが、レディースではないことから、カップルや夫婦の設定で選び合ったようにも感じますよね。テテの暴露によって、一緒に旅行をするほど仲がいいというプライベートの一面が知れて、アーミーも大歓喜でした。BTS がコラボしているゲーム、フリーファイヤーを宣伝するために出演していた番組で、テテはジョングクと一緒に朝までゲームをしています、と話しました。夜に一緒にゲームを始めて、日が昇ってきたら、もう寝ようと言って一緒に寝るのだそうです。テテだけでなく、ククも一緒にゲームをしていることをニコニコしながら楽しそうに話していました。あまりにも楽しそうに話す二人に、癒されたアーミーは少なくないはずです。夜更かしをしているのは次の日に仕事がない時だけのようですが、仕事でもずっと一緒にいるのに、プライベートも一緒なんて微笑ましいですね。こちらは2022年4月に公開された番組内で発言していたものですが、仲良しなグクテテのことなので、もしかしたら今も一緒に夜更けまで遊んでいるのかもしれません。相手のプライベートを把握するほど、日頃から仲がいいテテとジョングク。2022年9月1日のジョングクの誕生日には、テテがジョングクへ送ったツイッターのある投稿が話題となりました。BTS は、メンバーが誕生日を迎えると、SNS に感謝のコメントや写真を投稿し、メンバーの誕生日を祝っています。毎年ファンから注目を集めるお祝い投稿ですが、2022年にテテが投稿したのは、ジョングクと共に行ったスパーリングの映像でした。ジョングクは日常的に体を鍛えており、筋トレやボクシングをする様子をファンに公開しています。過去には総合格闘家の秋山芳弘さんとスパーリングする姿が世間の注目を浴びたジョングク。テテは以前からファンに向けて、ジョングクと一緒にスパーリングをする予定と語り、とても楽しみにしている様子を見せていました。投稿されたモノクロの動画で2人は、息の合ったスパーリングを披露しています。テテのパンチを素手で受け、笑顔を浮かべるジョングク。テテも終始、子供のような笑顔を見せ、満足げな表情で、ジョングクとのスパーリングを楽しみました。どうやらテテはジョングクとスパーリングできたことが、嬉しくて仕方がなかったようです。二人の幸せそうなスパーリング風景に、世界中のファンは釘付けでした。コメント欄には、ジョングクの誕生日をお祝いする声とともに、ずっと二人は仲良しでいてね。念願のスパーリングが実現してよかったね。と喜びの声が寄せられています。
ジョングクは BTS の中でも特に才能にあふれたメンバーの一人です。最年少ながらに全ての輝きを持つジョングクは黄金マンネと呼ばれ、多くのファンに愛されています。メンバーからの才能を絶賛されているジョングクは、ある日の撮影で自身が構想したフォトブックのコンセプトを披露しました。ジョングクのコンセプトに対するテテの反応が注目を集めています。2022年11月11日、BTS の公式 YouTube チャンネルに写真集プロジェクトスペシャル8ポートフォリオのリアクション映像が公開されました。ジョングクは自身の写真集 Me Myself and ジョングク Time Difference で神秘的な雰囲気が漂うヴァンパイアコンセプトに挑戦しています。写真が公開されるとメンバーからは一気に歓声が上がりました。コンセプトがすごくいいね。本当にかっこいい、そんな言葉に思わず口角が上がるジョングク。自身のこだわりである RGB の光についても言及し、写真集に込めた思いを語りました。すると話を聞いていたテテは、コンセプチュアルな感じで僕はすごく好きとコメント。自然に相手を褒めるテテに称賛が集まるとともに、照れるジョングクも可愛いと反響を巻き起こしています。ジョングクの才能を認め称賛するテテの姿はとても素敵ですね。今回はテテがジョングクのプライベートを暴露したエピソードや裏話を紹介しました。兄弟のように本当に仲がいいグクテテ、仲がいいからこそどのエピソードも新鮮で面白いですよね。これからも2人のプライベートの掘り出しエピソードが知れたら、アーミーとしては嬉しいですね。皆さんはテテが韓国のサイン会で日本人のファンに衝撃発言をしたことを知っていますか？2019年頃の日韓関係は不穏な空気に包まれており、正直日韓関係が良いとはとても思えない時期でした。そしてそんな時期に行われた BTS のサイン会で、 BTS のテテが日本人ファンに向けてとても嬉しい発言をしてくれたのです。またテテだけではなく他メンバーも日本人ファンに向けて嬉しい発言や仕草、行動などを見せてくれており、たとえ推しメンバーでなくても BTS 全員が好きと言えるくらいの魅力を持っているグループであると言えるでしょう。そこで今回は BTS テテをはじめメンバーがイベントなどで日本人ファンに向けての発言や嬉しい行動や言動などについてご紹介していきたいと思います。最初にご紹介したように、2019年頃の日韓関係が良くなかった時期に、韓国で BTS のサイン会が開催されました。開催が発表されると、ファンは嬉しい気持ち反面、日韓関係の悪化のため、参加するべきか悩んだファンも多かったでしょう。そんなサイン会で、テテがファンに向けてこんな発言をしたのです。日本語できますか？僕は日本が好きです。日韓関係が問題視されている真っ最中であるにもかかわらず、このような発言をしたテテ。そう言われた日本人ファンは、素直に嬉しい思いと、本当に日本が好きなのかという不安な気持ちもあったと思います。しかし、そんなファンを心配させないようにと思ってくれたのであろう、このテテの発言。少なくとも、ピリついていた日韓関係を緩和させる一言だったと言われています。また日本で行われたライブでも、僕は日本が大好きです、個人的に僕は皆さんを一番大好きで愛していますと頑張って覚えた日本語を一生懸命話してくれましたよね。このテテの優しさにノックアウトされたファンも多かったのではないでしょうか。さらにテテは2017年に日本の USJ に訪れていたことが多くの日本ファンに目撃されています。当時テテは家族とプライベートで日本を訪れ、家族団らんの時間を過ごしていたようです。家族で一緒に日本を訪れたということを考えると、テテ一家は全員親日家ということも伺えます。この旅行は先ほどご紹介したサイン会が行われた2年前の出来事だったとのことなので、それを考えるとテテが親日家であり、あの発言をしてくれたことにも納得ではないでしょうか。ジンの定番といえば投げキッスです。
とある日本人ファンが握手会に訪れた際、緊張しながらもジンと握手し、会いたかった、大好きと日本語で伝えると、ジンはそのファンに向けて勢いよくチュッと投げキッスをしたそうです。普段はコンサートの MC などで見られるジンの投げキッスですが、自分だけに向けられた投げキッスに、それを受けたファンはきっと素敵な思い出になったのではないでしょうか。またジンとお兄さんは共同で韓国内にお酢、せいろ蒸しという日本料理店の経営をしていることは有名ですよね。お兄さんが最高責任者を務め、ジンは支配人という立場のようですが、 BTS の活動だけではなく経営にまで取り組んでいるジンは本当にすごいですよね。日本料理をあえて選んでくれたことにファンもとても嬉しかったのではないでしょうか。お店は大人気で連日多くのファンが押し寄せる中、料理の評判も高く、一般のお客さんの予約も多いとのこと。お客さんが多すぎて待ち時間は2時間が当たり前とまで言われています。韓国で日本料理店を出してくれたことで、少しでも日本料理を知ってほしいというジンの優しい思いと親日家であることが本当に伝わってきますよね。ファンのことをよく見つめてくれることで知られている RM。 彼は名札をつけているファンが入ってくるとすぐに名前を呼んでくれます。握手会はやはり制限時間が少なく設定されていますが、その短い時間でずっとファンの手を握り、話を一生懸命聞いてくれるのです。まっすぐファンを見つめ、うんうんと相槌をし、柔らかいアットホームな雰囲気を出す RM。 本当に紳士的で、またどこか安心感のある空気感が RM の魅力と言えるでしょう。また〇〇さん愛してるという甘い言葉をかけてくれることもあるのだそうです。言葉もそうですが、彼の姿勢や目線からファンを大切にしてくれていることが伝わりますよね。そして RM は大の親日家ということも知られています。2018年に日本で撮影したと思われる写真がツイッターにアップされました。場所は京都の渡月橋。清水寺では RM の目撃情報もちらほらと出ていたようです。 RM もテテ同様、家族で日本旅行を楽しんでいたとのことでした。また別のツイートには鹿2頭と RM のスリーショットがアップされていました。訪れていたのは奈良公園。日本の文化を堪能していたようです。訪問した地域は京都と奈良ということで、関西圏で日本を楽しんでいたようです。以前のファンクラブの開放で京都へ行ってみたいと語っていたこともあった RM。 友達から京都はいいところだと聞いていたんだそうです。家族団らんの日を日本旅行に選んでくれるなんて、日本人ファンとしては本当に喜ばしいことですよね。さらに RM の作業室アーカイブに続く廊下にはフィギュアやスケボーなど派手なカラーのものが続く中、日本のアート作品も多く飾られています。アーティストの村上隆さんのお花も写真の中で確認できました。作業室には木がたくさん使われており、韓国語でナムということから彼本人の名前とかけているようです。この中には日本人であるジョージ中島さんの木のテーブルや木製ベアブリック、さらには盆栽まで飾られていました。他にもジョージ中島さんがデザインした約200万円もするクルミのテーブルも公開されており、ペンシルバニアの天国という言葉とともに中島ウッドワーカーで撮影した写真をツイッターに投稿したこともあります。このように親日家であると同時に日本をリスペクトしていることがとてもわかる作業室になっているようで嬉しいですよね。実際に会った時には甘いマスクと彼氏感でドキドキ感を与えてくれるジョングク。歌やダンスだけではなく、ファンへの対応も神すぎるということで知られていますが、まさに黄金マンネという名前がぴったりと言われています。そんなジョングクは握手会では顔を近づけながらファンの名前を呼び、両手で握手をしてくれるんだそうです。また日本人ファンが韓国語でポッポしてと伝えると、目の前で目を細めてチュッとしてくれたそうです。
そのファンが思わず叫んでしまうと、ドヤ顔をしてさらに微笑み、そのファンへ神対応をしたそうです。最後には、とびきりの笑顔で、また来てね、と言いバイバイしてくれたと言います。ジョングクにこのような対応をされると、誰もが惚れてしまうのではないでしょうか。また2017年には、ジミンとジョングクが、お仕事ではなく、お忍びで東京へ旅行に来ていたことも話題になっています。航空券はジョングクが手配し、なんと渋谷や表参道、そしてディズニーランドまで行っています。他にもボーリングセンターへ遊びに行くなど、日本のプライベート観光をかなり満喫していたようです。この旅行で日本人に対し、道に迷って尋ねたら親切に教えてくれて感動した。完全プライベートだったので、写真は一切お断りしたけど、快く承諾してくれて、むしろこちらに気を使ってくれた、など好印象だったことを明かしてくれていました。ジョングクやジミンに声をかけられた方や、目撃できた方は、超ラッキーでしたよね。ジョングクやジミン、そして遭遇したファンも、みんなが幸せになるような日本旅行になったのではないでしょうか。どちらかというとメンバー内でクールだと言われているシュガですが、彼にノックアウトしてしまう人もたくさんいます。ある日本のファンは、勉強した韓国語で、頑張って、本当に大好きです、とシュガに伝えました。するとシュガは、彼女が話す間、しっかりと目を見つめて、話を聞いてくれたそうです。ニコニコと明るい笑顔を見せてくれたり、大きなリアクションを取ってくれるメンバーもいますが、このようにじっと真剣な眼差しで話を聞いてくれるシュガも大きな優しさを感じますし、とても魅力的ですね。イベントでは、これまでにご紹介したキュンキュンしてしまう神対応をしてくれるメンバーが多い中、思わず笑ってしまうようなエピソードもあります。あるファンは、サイン会にて細くと話した際、好きな日本語は?と質問。すると細くからは、なんと増税 8% と返ってきたそうです。そのファンにとっても予想外の答えだったと思うのですが、それと同時に、なぜそんな難しい言葉を知っているのかに驚きですよね。さすが細くという感じで、いつも周りの人たちを明るくさせてくれる天才ですよね。このように BTS は、たとえ日韓関係が良くなくても、決して日本への態度も考えも変えず、日本人ファンに愛を伝えてくれているということが分かりました。一部では、BTS は反日と言われているようですが、この動画を見ると、反日どころか、親日と自信を持って言える内容となっていると思います。BTS ファンは個人メンバー推しももちろんいると思いますが、7人全員を愛してくれているファンが多いことにも納得ですね。皆さんは BTS テテがメンバー以外の人物と仲良くしている姿を見たことはありますか？今や世界中にファンがいる BTS。 多くの人を魅了し、高い評価と人気を得ている BTS は、海外アーティストからのラブコールも多く、一緒に楽曲制作を行っています。たくさんのファンやアーティストに愛される理由は、音楽性やパフォーマンスが優れているからだけではありません。BTS と仕事を行った人々は口を揃えて、優しく思いやりがあり、プロフェッショナルだった、と発言しています。そんな人間性も素晴らしい BTS ですが、その中でもテテは特に、周囲の人への気遣いで溢れていると名高いメンバーです。今回は、そんなテテの人柄がいかにいいかがわかるエピソードをご紹介します。2022年7月9日、BTS の公式 YouTube チャンネル、バンタン TV に、テテの Vlog が公開されました。Vlog は、BTS の人気コンテンツ動画、ランBTS や、バンタンボムの監督と共に、休日ドライブに出かける様子が収められ、車を運転するテテの姿に見惚れるファンが続出し、さらにテテのある様子が素敵すぎると、話題となりました。テテは車に乗り込むと、起きてからまだ10分しか経ってないと言いながらも、輝く美貌を披露。ドライブの目的地を森に決めると、車を出します。すると出発早々、テテは、歯医者さんによりますね。と、まさかの路線変更。
歯科の先生にも撮影許可を取ったので歯科 Vlog に変わります。とお茶目な姿を見せました。無事に歯の治療が終わり、お気に入りの曲を聴きながらドライブを楽しむてて、アルバムや動画コンテンツの話をしながら同乗しているスタッフに話題を振り気にかける様子を見せます。スタッフがお腹を空かせていないか心配し、美味しいお店屋さんがあれば一緒にご飯を食べましょう、カイウォンドのトウモロコシ買いましょうかと優しく声をかけるてて、まるでデートをしているような感覚になりますね。実はこの日、テテはスタッフにご飯をご馳走してあげようと気合を入れてきていたようです。そんなテテは突如車を止め、あるところへ向かいました。トウモロコシの売店を見つけると、いくらですかと優しく尋ね、スタッフの分も購入したテテ。車に戻り、熱々のトウモロコシに苦戦しながらもスタッフと分け合いました。よほど美味しかったのか、やっぱり新しい歯ができた後はトウモロコシでしょうとテテ語が登場します。トウモロコシを食べながら再び運転をスタート。食べ終わるとテテとスタッフは昼食の相談を始めました。テテはその際にも、ご飯を食べてきましたか、歯以外は好きですかと相手のお腹の状況や好き嫌いをしっかりと確かめ、スタッフを思いやる気持ちを表しました。この様子を見たファンからは、運転をしてくれるだけではなく相手の気持ちを尊重してくれるの素敵すぎる、相手の言いにくいことを自分から聞いてくれるのは嬉しい、しかもご馳走してくれるなんて最高とテテの行動に対する感動の声が多数寄せられました。昼食をハンバーガーからハイガイ定食に変更し、テテは店員さんと気さくに会話をしながら注文をします。注文した料理の他にテテの好きなおかずが出てくると、僕これ大好きなんですと笑顔を見せました。食事を終え店を出ると、近くにあった河川敷へ足を運び、自然を感じながらリラックスするテテ。その後は再びドライブを楽しみ、ゴルフをしたりと充実した一日を過ごしました。テテとドライブ旅行というファン憧れのシチュエーションに、一緒に行動していたスタッフを羨む声が高まり、テテの優しい気遣いに好感を持ったファンが続出することとなりました。まるで名画のような整ったビジュアルを持ち、舞台の上ではカリスマ性を発揮してファンを魅了するテテ。そんな彼の優しさが及ぶのは、グループのメンバーやスタッフだけではありません。以前、韓国の音楽授賞式に参加した際、テテがある先輩アイドルを助けたとして大きな話題となりました。2019年1月5日、6日に韓国で開催されたゴールデンディスクアワードに参加した BTS。 2018年に活躍したアイドルが多数出演し、豪華なステージが披露されました。授賞式はステージと観客席のほか、アーティスト席が設けられ、出演するアイドルが一堂に集まります。熱い視線がステージへ向けられる中、4人組アイドルグループニューイーストダブルにあるハプニングが起こりました。用意されていたアーティスト席に到着し、着席しようとするニューイーストダブルのメンバーでしたが、なんとそこには椅子が3脚しかなかったのです。ニューイーストダブルは4人組のため椅子が足りず、メンバーは困惑した様子を見せます。近くにスタッフがおらず、何やら話し合うニューイーストダブルのメンバーたち。一旦その場をしのぐため、年長者と最年少である2人のメンバーが椅子に座り、残りのメンバーは後ろに立って過ごすことに。そんなハプニングをすぐに感じ取り、手を差し伸べたのがテテでした。ニューイーストダブルの隣には BTS のアーティスト席があり、テテは一番ニューイーストダブルに近い席に座っていました。テテはアーティスト席に座った時から、隣のニューイーストダブルに起こっている事態を察知し、常に気にかけていたようです。椅子が足りず座れていないことを確認したテテは、静かに後ろのアーティスト席から椅子を運ぶと、ニューイーストダブルのメンバーに座るよう促しました。テテが椅子を持ってきてくれたことに気づいたニューイーストダブルのメンバーは、驚きの様子を見せながら全員で起立し、笑顔でお礼を言います。隣でテテの様子を見ていたジミンは誇らしげに笑顔を浮かべ、自席へ戻ってきたテテとハイタッチを交わし、行動を称えました。この一連の様子をファンが撮影しており、音楽授賞式で撮ったテテの素晴らしい行動として SNS で拡散され、大きな反響を巻き起こしました。
ファンからは違うグループにも目を向けて自然に行動に起こせるテテは素晴らしい。ニューイーストダブルも絶対嬉しかっただろうし、ジミンはテテがいいことをしていて誇らしかったろうな。と、テテの行動を称賛する声が寄せられています。近くに困っている人がいれば、どんな時でも手を差し伸べ、救世主となるテテは本当に素晴らしいですね。2019年10月23日、BTS の後輩グループ T×T のボムゲとヨンジュンが事務所で V ライブを行い、ファンとの交流を楽しみました。その配信中に、ある特別ゲストが登場し、話題となりました。ボムゲとヨンジュンは、色とりどりの粘土を使って動物を作る様子を配信。集中しながらも、ファンとコミュニケーションを取りながら楽しく作業していきます。すると急に2人の目線がある方向に向けられ、少し緊張した表情に変わりました。こんにちはと丁寧に挨拶をするボムゲとヨンジュンの前に、 BTS のテテ、ジミン、ジョングクが現れたのです。テテは、何してるの？僕が出てもいい？と一瞬だけカメラに映ると、ジミンもひょっこりと顔を出します。これにはファンも大盛り上がり。コメント欄を確認したヨンジュンは、反応がすごい、と驚きの声を上げました。しかしジミンは、後輩とファンの交流を邪魔しないよう、早く行くよ、と声をかけ、テテを回収していきました。作業を再開するボムゲとヨンジュンですが、しきりに視線を上げ、周囲を確認します。すると、他のメンバーですか？どこにいるのかってことですか？と、カメラに映らない位置にいる人物から質問を受けました。これにボムゲは、さすが先輩は違いますね。モアの方たちが喜ぶことを知っています。と感心した様子を見せ、ヨンジュンは、うまく作れましたよね。先輩？と作ったフェネックスをある人物に見せました。この発言に、ああ、バレたじゃん、とつぶやくと、カメラの前に再びテテが登場。テテは声を出さないよう、二人の様子を見守っており、他のメンバーはどこにいるの？というファンが気になる質問を投げかけ、配信を盛り上げる手助けをしていました。スペシャルゲストの登場に喜ぶボムゲとヨンジュン。テテも後輩との交流を楽しんでいる様子です。さらにテテは、T×T の最新アルバム、ザ・ドリーム・チャプター・マジックについて触れ、T×T のメンバーは本当にアルバムの準備を頑張っていました。毎日練習室で寝ていて、僕が会社に行くたびにその様子を見ていました、と頑張る後輩をねぎらいました。その後、テテはいつもの癖で T×T のファンに向け、アーミーの皆さん、と声をかけてしまい、笑いを誘いました。ボムゲとヨンジュンは、テテの発言に対し、多分、モアだけではなく、アーミーの皆さんも見ているはずですよ、と優しくフォロー。予想外のテテのスペシャル出演でしたが、ファンからは T×T とテテの仲の良さが伝わってきた。短い時間で後輩のために少しでもいいことを伝えようとしているテテが最高の先輩すぎる、と様々な声が寄せられています。BTS と T×T はグループチャットを作り、同じ事務所の先輩、後輩として関係を深めているようです。T×T は BTS に憧れていたメンバーが多いため、きっと BTS と親しくなれて喜んでいるに違いありません。ファンからも T×T は成功した真のオタクと言われ、BTS の関わりが明らかになるたびに、羨望と祝福の声が上がっています。これからも BTS と後輩の関わりからは目が離せません。BTS は2022年6月14日に行った晩餐会食にて今後のスケジュールについて言及し話題となりました。メンバーが語ったのは、これからグループ活動を減らしソロ活動を増やしていくということ。当時はメンバーの話す内容が取り違えられ、 BTS が解散、 BTS 活動休止のような驚きのニュースが出回り、日本でも注目を集めました。現在はソロ活動を行ったり、個人の時間を大切にして過ごしている BTS ですが、グループ活動を積極的に行っている際には、我々には想像できないほどの多忙な毎日を過ごしていました。海外を飛び回るスケジュールの中で、楽曲を制作したり、練習を行う日々は本当に忙しく、大変なことも多かったに違いありません。しかし、
そんな生活の中でもテテは友達付き合いを大切にし、時には友達が仕事をしている現場に応援しに行くこともあったようです。2022年1月29日、テテは自身のインスタグラムのストーリーに一本の動画を公開しました。それはなんと、当時放送されていた人気ドラマ、その年、私たちはの撮影現場での動画だったのです。主演女優のキムガミと、俳優で親友のチェ・ウシクが撮影を行うシーンにテテが登場し、撮影開始の合図であるカチンコを鳴らします。テテは、その年、私たちはの OST に参加しており、豪華俳優陣と韓国トップアイドルが共演しているドラマのビハインド映像に、多くのファンから反響が寄せられました。当時テテは親友のチェ・ウシクを応援するためにドラマの撮影現場に訪れ、撮影のサポートを行っていたようです。忙しい中でも親友を応援するために現場に足を運んだテテ。そんなテテの優しい心遣いにチェ・ウシクも喜んだことでしょう。テテとチェ・ウシクはウガファミリーの一員であり、ウガファミリーメンバーのパク・ソジュンやパク・ヒョンシク、ラッパーのピークボーイとも仲がいいことで知られています。ウガファミリーのメンバーが撮影を行う際は、差し入れにコーヒートラックなどを用意し、さらに撮影現場を訪問しては、直接声援を送っているテテ。友情ショットが SNS に投稿されるたび、ファンの心をほっこりさせています。テテは芸能界で人脈が広いメンバーとしても認識されています。友達思いであるテテの優しい人柄が、多くの人の心を捉え、自然とテテの周りに人が集まっているのかもしれません。以前、日本のテレビに BTS が出演した際には、メンバーがテテの印象や性格について語るシーンがありました。そこで RM は、テテは誰からも好かれて、気さくに相手と仲良くなるので、本当に尊敬しています、とテテの長所を明かしています。一番近くにいるメンバーからの言葉は、とても心に刺さり、テテの人柄の良さが伝わってきます。今回は BTS のテテの人柄がいかにいいかがわかるエピソードをご紹介しました。知れば知るほどテテの魅力にハマってしまいます。他にも皆さんが知っている BTS やテテのエピソードがありましたら、ぜひコメントで教えてくださいね。それでは次の動画もお楽しみ。ボラヘー。